俺の勘は AWM。 はい、どうも、すこいです。今回ですね、まあその電動ガチャだったりとか、まあコラボレーションとかもそうなんですけれど、まあ電動が一番かな。まあ皆さんが今後気をつけるべきことっていうのを話していこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、まあ、結構ね、最近ちょいちょい言ってるのが、まあ、コヨコドンウェイ、ライトゲームズの方に訴訟の方されまして、で、それで、現状ね、裁判の方、今から行いますよっていう風になってます。で、結構ね、数カ国とか、十数カ国ぐらいで、まあ、訴訟の方、裁判の方ですね、まあ、行われるという風になっておりまして、まあ、いくつかの国では、まあ、普通に払わなくてもいいとは思いますが、どうやってもその裁判の中では、コヨコドンウェイが負けることが多くなってくると、そして、賠償金っていうのを多くその、支払わなければいけないっていうところは、もう決定づけられているという風になっているわけなんですよ。まあそのライアットゲームズのよくある手法で、複数の国で訴えることによって、まあ、相手の会社、パクった会社の方からお金めちゃくちゃ取ってから打撃を与えていくっていうね、まあ、テンプレートな方法っていうのを今回はされているんですが、まあ、今回その標的っていうのが、まあ、コヤコドンウェイになっている。まあ、パクりすぎだわな。未来戦場。まんまバロランってやった。まあ、そんな感じになっていたわけなんですよ。まあ、コヤコドンウェイは、まあ、そのお金が欲しいっす。今、めちゃくちゃお金が欲しいですね。まあ、ネットイースゲームズ全体で、まあ、ある程度そのお金を稼いで、まあ、その賠償金っていうのをカバーする必要っていうのがあるわけなんですよね。まあ、要は、無理やりそのユーザーにお金を求めるような、そんな感じの流れで運用してくることっていうのは、まあ、ほぼほぼ分かっているわけで、まあ、最近で言うと、まあ、旧電動ガチャの方ですね、旧電動車の方を消しますよって言って、で消す消すって言ってからの、まあ、新しい電動を出してから、やっぱ延期しようかなっていう風に言い始めているっていう、いや、それそもそも延期するつもりで、するつもりしかなかったでしょっていう、そんな感じに思っているわけなんですけれど、そんな感じで、まあ、コヤコドンウェイ、お金めっちゃ欲しいので、まあ、今年、まあ、今からその裁判が終わってしばらくの間、めちゃくちゃ釣ってきます、課金要素。特にその課金される可能性の高い、まあ、電動、どうやっても話題になってしまう電動だったりとか、まあ、人気のコラボレーションタイトルとか、まあ、そういうもので、どうやってもその釣ってお金を稼いでこようとすることはもう分かっているわけですね。最近の補給勲章のガチャとかも買い切りのガチャすごい増えていると思います。買い切りのガチャの方が稼げる額、そのガチャ出して、まあ、一人当たりの単価っていうのが高いですので、よりその収益の安定している買い切り系のガチャ、まあ、ガチャと言っていいのが微妙ですけどね、正直な話。これを増やしてくることっていうのが、まあ、今年予想されます。すごいその釣ってくることは予想されますので、今後皆さん電動に対する、まあ、改変だったりとか課金した方がいいですよみたいな煽りっていうのがすごく来ると思いますが、めちゃくちゃ身構えて様子を見た方がいいと思います。まあ、そういう報道が来てもすぐそのじゃあ課金しようって思うんじゃなくて、ちょっとまあ様子見てどうしようか悩むぐらいが俺はいいんじゃないかなと、まあ、思いますね。めちゃくちゃ釣ること予想されますんで、で一回そのユーザーが様子を見るような流れになった時っていうのは、逆に最初の方に手を出した方が良かったなって感じの仕様で逆の行動を取ってくると思うんで、でそれでまたやっぱ先にその買った方がいいじゃんってなった後、その流れを作り出して再び釣るっていう、それなんかサイクルいつもやってるんで、釣って釣って釣りまくってユーザーが様子見るようになったら先に買った方がいいよねっていう要素を実装して、でまた釣っていくっていう、これいつものテンプレートの流れなんで、まあそういうコヤコドンウェイの立ち回り、よくある立ち回りがあるっていうのと、まあ、今年からずっとコヤコドンウェイ金が欲しい、だからその釣ってくることっていうのは確定しておりますので、まあ、気をつけると、注意喚起動画ですね。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で次ですね、なんだかんだ中国限定のイベントは毎回デザインも性能も優秀な気がします。日本限定って最近はパターン固定して予想しやすいと。まあでも中国限定のスキンってそっちはそっちでパターン別であるんで、そんなすごいいいわけでもないからですね。日本に来ていないからよく見えているだけっていうのは結構あると思いますよ、正直だけど。まあ中国限定系で言うと、この間のなんかエヴァのパクリみたいなやつとか、あとは今回復刻された天下のやつとか、まあそこら辺がメインですかね。はい、エヴァのやつとか他のキーマパイプとかで言うと、まあ既存要素の色違いなんですよね、基本的にあるのが。既存要素をちょこっと変えて実装しましたみたいな、まあ、コラボレーションとかでも銀玉の AKα が中国限定ですけれど、あれもほぼほぼスカーの焼き増しですもんね。スカーにプラスアルファしてるぐらいなので、新しく新規でデザインされたわけではないっていう。新規デザインの中国のスキンって、中国限定スキンってマジでほとんどないっすよ。天下のスキンとかも、あれもともと天下のゲーム、ネットユースのゲームなんですけれど、その天下のゲームからグラフィックまんま引っこ抜いて持ってきてるだけなんで、えマジで本当にそのまま引っこ抜いてる。こんな綺麗に引っこ抜くってぐらいそのまま持ってきてますから、あの女性のね、なんかドレスみたいな、その登場した時ショップで見た時にすぐ手元であの剣を縦にぐるぐる回しているスキンがあるんですけれど、白っぽい感じのあれとかね、マジでモーションもまんま、グラフィックもまんま持ってきてる。天下からビビるぐらいそのまんまっていうね。まあ、絵とかも使い回しなんで、まあ、向こう限定のスキンって実は使い回し要素ばっかりですから、まあ、実はそんなにいいわけではないし、まあ、向こうはね、向こうで大変なんですよね。結構日本優遇のイベントとかコラボレーションとか多くて、日本限定もの多かったですから、まあ、中国の方でめちゃくちゃバッシングされたんですよ。これこの間も話しましたけれど、まあそのネットイースは日本人の傀儡感みたいな、日本人優遇企業ですかみたいな感じで戦いまくって、それ言われすぎたらネットイースゲーム全体がその中国当局の方にですね規制されちゃうんで、中国限定
定要素も持ってこざるを得なかったからそうやって実装しているっていう。まあでもあんま実装をねしても彼にはならんから使い回し要素が多いみたいな、そんな感じなんですよ。まあ、性能がいいスキンとかもね、まあ、持ってくることありますよね。まあ、クーペの入手しやすいやつとか、銀玉でしてましたけど、オレンジ弱のクーペ。はい。まあ、でも基本的にその日本に性能のいいものを実装することが決まっている、計画だっているから、先に持ってきているだけで、まあ、後でいいものっていうのも日本に来てますからね。まあ、なんで、すごいなんか、目立ったメリットでは実はないっていう。まあ、長期であったメリットで言うと、ゴルクワの金額は無効限定であった人ぐらいかな。あとは特になんか、無効の要素でね、特別良かったなって、無効目線で言うと実はそんなないんですよ。まあ、配布が多いとか、こっちから見たらなんか配布してるなみたいな風に思うことありますけれど、まあ、その代わりに日本のコラボレーションの配布は向こうにないからですね。そう考えたらまあ平等なんじゃないかなとは思いますけれど、はい。で次ですね。でも今の日本は働いたら負けってあながち間違いでもないんだよなと、あのエギーパーティーのコラボレーションフォームで喋るでしょう。まあ、あれがあの昔すごい有名だった2000年、まあ、前半ぐらいですごい有名だったとあるそのニートのインタビュー、働いたら負けのオマージュかなみたいなのをコミュニティに投稿したんですけれど、まあ、それに対するコメントですね。働いたら負けね。まあその場合によってはそういう時もありますよね。でも一応その日本人は働くのってあの法律であの働かなければならないってあの決められてますんで、義務なんで働くことが。まあなんで働かなかったらあの違憲の存在なんですよね。一応違法っていうと違うかもしれませんけど、憲法には反しているっていうね。まあそんな感じになるわけなんですよね。まあでもその企業に属してどっかのその企業に雇われて働く上で、そこの企業でその人が働くのはやめた方がいいよねみたいなね、そんななんか無理な働き方するんだったらさっさと辞めて転職した方がいいよってのは結構自分ちょいちょい思うときありますけどね。そんななんか体壊してとか心を壊して働く必要ないですよみたいな。辞めても仕事世の中いっぱいあるんで、そんだけやれるんだったら辞めた方がむしろいいですよって人が結構いっぱいいるのに、日本人なかなか辞めきらんっていうね、仕事辞めた後どうしようみたいな。いや、どうとでもなる。仕事はいくら辞めようとどうとでもなります。まあ貯金してないんだったらちょっと怪しいかもしれませんけど、あとまあ新入社員で初めの数ヶ月で辞めるんだったら俺は辞めとけとは思いますけれど、せめて2年は働けとは思いますけれど、まあそれ以外だったらね、まあ俺は辞めれるんだったら辞めた方がいいよって思いますしね。まあ家族がいるとかやったらまた別ですけど、まあ一人身なんだったらね、一人身のうちに逆に言うとまあ何回かね転職とか経験してまあいいところに行って収入増やしてってした方が俺は絶対いいと思います。はい。で次ですね、最近はあからさまな集金ゲーで知人にやっているって言いたくないゲーム堂々の第一位と、こういうコードをね、まあ、やっているって人にはあんま言わんよね。まあ、ゲームの話自体はませんけどね、俺の場合は。まあ、していたとしても、ポケモンとかですかね、人になんか言うのは、おすすめとかできるのはね。まあ、こういうことはおすすめできないです。たまに言われるんですよ。まるまるくんが、こういうことやってるから俺もしよっかな、みたいな言われたら、いや、絶対しない方がいいですって俺言いますもん。このゲームはクソですっていう。やるんだったらもう、エペした方がいいですって言いますもん。おすすめできないですもんね、人に。全くおすすめできない。まあ、そういう風に多分思ってる人って、結構多いと思いますよ。こういうことを。やっているプレイヤーがそう思っているのは、ま、相当だと思うんで。まあね。どうなんだろうなみたいな。金回りもそうやし、コミュニティ周りもそう、界隈の整備もできず、そう全てを放置している。問い合わせしても対応もクソ、補填もいつもない、たまに炎上したらやっとちょっと補填するみたいな、やっと行動するみたいなね。そんな会社のサービスは自分がその気に入ってたとしても人にはお勧めできないですよね。数年前によくしてましたね、その自分の友達にこういうコードをお勧めできますかみたいなアンケート利用してましたけれど、まあパーセンテージは低かったでしょうね。お勧めできる、できないよね。でそういうアンケートって大抵さ、答えてくれるのってまあこういうコードどうでもいい人は絶対答えないですよ。メールが来ても大抵答えてくれるのはまあこういうコードをね本当に好きな人、いわばイエスマンですよね。こういうコードを運転するイエスマンが大体その答えてくれるんですけど、イエスマンが答えていてもそこの割合ってのは相当低かったと思いますしね。おすすめできますよっていう割合はもうおすすめはできないですよね。まあこの年になってゲームの話を人にすることってのはマジでなくなりましたけれど、それでもたまに言われたらね、いやこういうコードはダメですね、まあこういうコードの話もしたくないです、まあそういうゲームですよね。まあ別にそのこういうコードをやっていることが恥ずかしいとは思いませんけれど、人には勧めない、そういうものかな。例えばさ、めっちゃそのいい点があったとしても、いやこの点がめっちゃいいよっていうね、おすすめの仕方はしないっしょ。例えばめっちゃいいそのエロ本とかエロサイトがあったとして、いやこのエロ本とかエロサイトさめっちゃいいよって人にはあんまおすすめしないっしょ。なんかそれと同じ感覚、下世話な感覚と一緒かなっていう、そういう具合ですね。まあ、あと一般論で言うと、人にそのおすすめするかどうか、口コミするかどうかっていうのは、その人の満足度に完全にその比例してますね。はい。そしてデータとして、まあ、おすすめできますよっていう割合、高ければ高いほど満足度が高くて、まあ、逆やったら、まあ、結果も逆っていう、そこはもう完全に比例するんで、まあ、もしもそのおすすめできるの割合が相当低いんだったら、まあ、こういうことを現状やっているプレイヤーの満足度も低いっていうことになりますから、もしもそうなんだったら、相当危機感を持った方がいいと思います。まあ、他のゲームのアンケートと照らし合わせてプラスで考えないと、ここに関してはいけないですね。